はいどうも、ミスティカルチャンネルの時間がやってまいりました。はい、ということで今ですね、新型コロナウイルスだんだんと収束に向かっていますけれども、まだまだ混沌とした状況が続いております。そしてこれからですね、水害や地震、そういったこともやはり気をつけないといけないと思います。ということでですね、今日ミスティカルチャンネルではですね、この本をご紹介したいと思います。松原照子さんの不思議な世界の方々から教わった予知能力を高める方法ということでご紹介したいと思いますが、この中でですね、いろいろなことが書いてあるんですが、代表的なね、実践法というものをいくつか紹介していきます。松原照子さんに関してはですね、前にですね、予言を中心にこういうことを言ってらっしゃるということで動画を上げております。そちらもぜひご覧ください。さあ、そしてこのミスティカルチャンネルではですね、他にも様々な予言、それから都市伝説、そしてためになるパワースポットの話などなど、さまざまなね、面白い動画を上げておりますので、そちらも皆さんぜひご覧ください。この本の中でですね、松原さんはこういうことをおっしゃってます。やはりこれからいろんなことがある時にですね、先を見抜く感覚、感というものが大事ですということで、この感を鍛える実践法を紹介してらっしゃいます。まず一つ目なんですけれども、色彩感覚というものを養いましょうと、こういう話があります。もともとですね、色というのは光の一種なんで、光の感覚というものが研ぎ澄まされてくればですね、オーラも変わってくるということで、その手っ取り早い方法として色彩感覚というものを挙げてらっしゃるんですね。まず朝一にですね、自分の今日気になる色というものを決めます。で、それに合った色の小物とかね、身につけるというのがまずいいですよという話なんです。例えば青だったら青のハンカチとかね、青いベルトの腕時計とかね、そういうものをつけるというのがいいと。そして自分の好きな色というものがあると思うんですが、それをですね、部屋の中で意識的に増やすと、こういったことも色彩感覚を磨く訓練になるということらしいです。で、やはりね、色といえば占いでもラッキーカラーとかもありますし、スピリチュアル的にもカラーセラピーとか、そういった癒しの効果もあるということで、非常に注目されていることでもあるわけです。皆さんもぜひ。そして2つ目いきましょう。集中力、理解力を高める方法としてですね、舌を上顎につけると、これをやるとグッと集中力上がりますよと。要するにこういうことですね。この状態でなんか作業をするとかね、そういうことをすると能率がぐっと上がると。で、これはですね、ヨガの行法でもですね、こういったことはあるわけなんですね。舌を上顎につけて、そして目玉をこう鼻の頭を見るような感じで寄せると、こういうことですね。で、これを仕事中にやると、お前何やってんやという話になるんで、やっぱり松原さんの言う舌だけをこう上顎につけるなら、誰にも分からずやれるんじゃないでしょうか。さあ、そして3つ目です。心を忘れた状態から抜け出すという方法があると。例えば心ここにあらずということなんで、テレビをぼーっと見てるとか、テレビゲームに没頭してしまうとか、そういった時というのはスピリチュアル的に言うとグラウンディングしてない、地に足がついてない、今ここにいない状態にあるということなんですよ。ですから、それを自分に戻すという方法として、声に出して、例えば私はテレビ見るのをやめますとか、ゲームをやめますとか、口に出して言うことによってパッと自分に戻れるから、やめやすいと。まあ、これは何かをする時もそうなんですね。今から勉強をしますとか、今から仕事をしますとか、いうことによって意識的になって心をしっかり定めて始めやすいと、そういうことになるらしいです。そして4つ目です。場の空気を一新したい場合、例えば誰かが遅刻した、変な空気になったとか、よくあるじゃないですか。そういう時ですね、やはりちょっと場がドヨーンとよどむ感じは分かりますよね。自分のフィーリングをまず変えたいと思う時、足の親指を中心にこうグッパグッパ、こうするということですね。それをすることによってフィーリングが変わると。ただこれやりすぎるとあんまり効果ないので、いざという時にやるとパッとね、自分だけじゃなくて周りも空気が変わったような感じになりますので、非常にいいですよと。さあ、次はですね、恋愛です。決めた恋を成就させたいと、こういう場合ですね、まず折り紙を縦半分に切ります。そしてそこにですね、好きな人の名前と生年月日を書くわけなんですね。それを折りたたんで箸置きにすると、また何日かしたら作り直してと、やっているうちにこの恋が叶いますよというおまじないですね。そういった方法もあるということです。次は金運いきましょう。お金がやってくる合図というものがあるらしいです。それがですね、手のひらのこの親指の付け根のこの膨らみですね、手相でも金星球というんですけれども、ここがですね、ムズムズと痒くなったり、こう変な感覚があると、それは金運が近い合図ですと。その時にボリボリ書いたらダメですよ。このムズムズしている金星球のところにですね、
ですね、金と3回書きます。漢字の金ですね。そして3回書いて、でこう3回キスすると、でこれを飲み込むと、これで気運がグッと上がると。知りませんよ僕は。まあ昔ですね、プロレスラーでスコット・スタイナーという方がね、こう筋肉にキスをしてポーズを取るという人がいましたけどね、こうキスした後こうポーズを取ってもいいんじゃないですか。まあそして自分がちょっと疲れてると、元気なくパワーが落ちてる時にやるといい方法というのがあります。まずですね、コップに水を満たしてですね、そこに舌をこうつけて、で戻して、つけて戻してと、ララ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 と声を出しながらやると非常にいいと。実際やってみましょうか僕。でこれ水があります、こういうね、こうやると元気が出るらしいです。これマジで松原照子さんの本に書いてあるんだね。でこれをやるとですね、何がいいかというと、まず自律神経が整いますよ。でリンパの流れが良くなって、これ舌ですから脳に近いんで、脳が活性化されますということらしいです。だから今度からイジリー岡田さん見た時は、この人は変態と絶倫と両方兼ね備えてるんだと、こう思ってください。嘘か本当か知りませんが、不思議なことはあるもんです。ミスティカルやなぁ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。皆さんもミスティカルチャンネルに登録してミスティカルマニアになりましょう。